万代熱海温泉で温泉の恵みに感謝する萩姫祭りが開かれました。祭りは病に苦しんでいた萩姫が万代熱海の湯に浸かったところ完治したという萩姫伝説にちなんで開かれています。遣唐祭の源泉汲み上げの儀では第57代萩姫が源泉を汲み取り温泉の恵みに感謝しました。そして文頭の儀では大切に公平にみんなで使い続けようと源泉の湯が各旅館に分け与えられました。一番は温泉を守る保護をするということでございます。それで永久的に温泉が使えるようにいつもそういう体制でおるということでございます。遣唐祭では品川市長が祝辞を述べたほか万代熱海海東太鼓保存会が力強い演奏を披露しました。県ゆかりの大学生や高校生らが参加してスポーツイベントが開かれました。福バトンフェス2023は県ゆかりの学生で作るスプレッドフロム福島通称 SFF と郡山市が開催しました。コロナ禍で体育祭や文化祭などが中止になったことから青春を取り戻そうをコンセプトに学生の交流の場を作るのが目的です。開会式で品川市長は皆さんの力が福島、日本、世界を支えていくと述べ学生たちに期待しました。学校の壁を越えた同世代が集まるっていうところで競技を通してそれぞれ人がつながっていくそういったところを実感してもらえるようなイベントになれたらなっていうふうに思っています。イベントにはおよそ200人が参加し綱引きなどチーム対抗で競う競技やレクリエーションなどで交流しました。今後は地元の企業などと連携して学生の活躍の場を広げるプロジェクトを立ち上げていくということです。郡山市はヤングケアラーに関する LINE での相談を24時間受け付けています。ヤングケアラーは大人がするような家事や家族の世話などを日常的に担っている子どものことで県の調査では市内の児童生徒のおよそ20人に1人が家族の世話をしているといいます。市では気軽に匿名で問い合わせができる LINE での相談を24時間受け付けています。また地域の住民など身近な大人からの相談も呼びかけています。なかなか自分がヤングケアラーであることを打ち明けられずに困っている子どもたちもいらっしゃると思います。私たちはそういったヤングケアラーの方の力になりたいと考えておりますのでぜひお気軽にご相談してもらえると嬉しいです。学校生活やいじめに関する相談窓口も開設していて詳しくはご覧の番号までお問い合わせください。